チス、誰も知らない凡人、副反応イカレタコスケです。2回目のはワクチンを打ち、若干左腕に矢を受けてしまったんですけども、今回はいつもはね、あのガチャのプレミアライブをまあちょっと気まぐれにやってるんだけど、今回コードフェアリーが発売されて、で配信されて、でこの新機体がね2つ出たんで、でかつ今月の今週のモビルスーツがちょっとむせるんですよ。これね、ゲルグーキャロン JN。で、あの、コードフェアリーの、まあ、コードに、デラックスコードにトークンがついていたんで、このね、コードフェアリーにも出てきそうな、このゲルグーキャロン JN、出てくるかわかりませんけども、ちょっとね、ゲットしていこうと思います。というわけで、今回はまずガチャからね、その後に、あの、なんだ、コードフェアリーで、ゲットできるモビルスーツの紹介といった非常に真面目な、とても冷静かつ落ち着いた動画になっております。まずはバトオペの日から回してみましょう。ま、無料ですから。ま、コードフェアリーにお金を払ったとはいえ無料ですから。たとえミディアに赤箱でも冷静にやっていこうと思いますよ。ミディア、赤箱、ドン、ファッケン、ジムストライカー、だが許してやろう。ジムストライカーは、コードフェアリーにもチラッと顔を出しているからな。だが許してやろう。とりあえず、本命は、こちらとなります。このゲルグーキャノン、ムセル。こいつをゲットすることによって、気持ちよく3機のモビルスーツを皆さんにご紹介するといった。そういった流れ、頼むぜ。一回こっきりの10連なのに、一回こっきりとはこれいかに。そして、オペレーターはすでに、アルマシュタイナー、アイアネル少尉に変えてありますんでね。ま、気持ちよく、よーし、来ました。一発目から来ましたよ、これは。これ10連ちょっと、やっちまったから、はい、ダンクレイバズーカ。まあ一発目の星2なんてそんなもんでしょう。大体星2っていうのは最初にクレイバズーカを出すもんだ。ここからが話が変わってくる。そう、まず銀箱を出したからミディアル赤箱でトリスタンよビームサーベルかける2が出る。まあ私はトリスタンを持っていないけども、私は今副反応で弱っていますからね。まあこういったところにエネルギーを使わないようにしておこう。なんでね。で、当然2回目のミディアと赤箱からトリスタン用ビームサーベル、ザク3用ビームサーベルでしたね。ザク3用ビームサーベル。ビームサーベルの玉手箱だ。さて、そう、ここですね。4連目。ここで、まあ、コードフェアリーにお金を落とした凡人でしたら、アクアジムぐらい出るでしょうね。アクアジムか、そうか、アクアジムか。ちょっと違うんだな。アクアジムじゃむせねえんだ。むせるジムをいただきたいんです。まあ、今のは星1の新機体。ここから右肩上がり、10連の中にドラマがある。その10連のドラマの中にはビームサーベルが4本あるんですね。まあ、針の山みたいなね、ビームサーベルですね。ビームサーベルの針の山じゃ、足がつく前に燃え尽きてしまいそうだけど、ビームサーベルなんだなぁ。パラスアテネ用のビームサーベルか。パラスアテネにパラスアテネ用のビームサーベルって必要ありますかね？パラスアテネに必要なのは背中から飛ぶファンネルビームサーベル。ちょっと待ってくださいよ。アクアジムをしてくるの？ちょっと待った、あと何回だい？ちょっと。ちょっと待って、銀箱が、全然、金とか銀とか、ちょっと、縮んでんじゃねえか。縮んでんじゃねえか。今夜だからね、そんな大きく叫べないんだからやめてくれよ。単勝、矮小。え？これラストじゃない？そんな風に終わんの？むせてこうぜ。おい、コードフェアリーのデラックス版の半分を占めると思われる、トークン31。これラストじゃない？おい、ビームサーベルをデラックスの特典につけるんじゃー。惜しい、似ている。ムセルニュータイプ、これは次世代のムセル。うわー、ダメか。
叫びすぎて口の中に何か入った、ショック。まあトークンに他に使い道はないからな。というわけで紹介していこう。まあ、コードフェアリーの作中登場する初期モビルスーツと、まあ、敵役として出てきてたのかな、ちょっとね、出てきたかどうかわかんない、多分出てきたと思う。なんでこの2機を今回は紹介していこう。ただね、コードフェアリーは主人公女の子3人なんだけども、この3人乗ってる機体結構イカれてますね。頭イカれてると思います。結構強いんですよ。あ、性能見るの忘れてたな。ちょっとまあ次ザニーに変えるときに性能見ましょうか。まあ、マシンガンとバズーカを持てる強襲機なんですけども、なんとサブウェポンにショットガンを持っています。さらにこのミサイルポッド、これにもよろけがついていて、すでにバルカンもついていて、緊急回避もついていると。で、確かマニューバーアーマーと対爆機構も、まあ、原作っていうかね、フェアリーと一緒かどうかちょっとわかんないんですけども、でもちょっと触った感じも同じですね。で、よくよく見ると、格闘モーションも特殊なものになってますね。ちょっと違いますよね。これ二段切り？あれ？なんか、フェアリーと、コードフェアリーとモーション違くない？二段切りなの？二段切りしてたっけ？まあ、コードフェアリーの作中で、このモビルスーツもね、ちょっと武装が変わったりするんですけども、二段切りになるの？モビルスーツには三つのカテゴリーがあるから、有利な相手を見極めるのが大事。まあなんでね、よろけが豊富で、まあショットガン持ってますんで、かなり強力な、おっと、ズゴックちゃん、機体となっておりますね。まあ最近のバトオペの主流がちょっとわかんないけどね。俺が原作の方で、攻撃とステップ連打してたから気づかなかっただけかな。いやでも二段切りだったら気づくだろう。下角二段持っていまして、緊急回避も持ってますんで、まあ、十分に強いということになりまする。まあ、こういう機体なんだね。まあ、使いやすいですよ。さすが。バトオペのね、有料ゲームの主人公機でだけはあるといったところ。火力高えな。N 角の火力高くねえか。といったところ、これがまず一つで、ザニーは全くわからない。お疲れ様でした。一応ちょっと数値の方の精度も見ていきましょう。コスト350でレベル多分2、3もそのうち出るけど、どうなんだ、ガチャにでも来んのかな、得点とはいえね。で、全体的にステータスはそんなでもないですけども、まあ、格闘補正34まで伸びていて、スピード130、高速移動190、スラスター72、旋回57なんで、まあ、コスト350前としたところですけども、この歩き打ち可能な腕部ミサイルポッドと、それからまあ、安定のショットガン、そして特殊格闘にラケーテンバズと、で、バルカも持ってるということで、まあ、かゆいところに手が届くプラスアルファといったところでしょうか。で、スキルの方が、攻撃姿勢制御持ってんのか。そら強いわ。攻撃姿勢制御に緊急回避制御、マニューバーで、格闘連撃化その回レベル1で、対爆機構にまあアサルトブースター、構成のバランサーというわけで。まあまあ、相当強い部類に入るかなといったとこです。まあ350の強襲で、他にライバルになるような機体って何かいたかな。まあグフとかもまあ全然まだ強いのかな。わかりませんけどね。まあ普通に強い機体ということになりますね。そして、ザニーちゃんはじゃあ、性能から見ていきましょうか。武器がですね、ミサイルランチャー、ロケットランチャー、180mm キャノンが装備できるようになります。今回 180mm キャノン装備してますね。で、打撃。それから、ザニー用 100mm マシンガン、頭部バルカン、ハンドグレネード E。で、コストが200。まあ、コスト200としては武装が多いだけでも十分強いかなといったとこですね。スキルに対人レーダー、前線維持支援システム、観測情報連結ということになっています。まあ、200だからね、サクッと見に行きましょう。出撃手続きします。出撃手配を行います。200か。
どうかな。で、この流れで多分、後々ガチャに追加されるかちょっとわかんないけど、でもまあ、見栄えがちょっとね、このシンプル感がね、ちょっといいよね。で、コスト200の支援機としては、ちょっとだけ早いかな？数字でちゃんと見てなかったし、最近の低コスト支援機の速度わかんないけど、ちょっと早いかな？はい、ドン。まあ、マシンガンと、この、キャノンとバルカンとと使えて、さらにこの、ポッドもあるんで、まあ、コスト200だったら、全然ありでしょう。十分でしょう。だから、コードフェアリーは、とりあえず、あれですね。バトオペ入門用もしくは、ちょっとバトオペのモビルスーツかっこいいけど、対人はちょっとっていう人が、買うと、まあ、楽しめるのかなといったところですね。ストーリーはね、面白かったですけど、まあ、レビュー動画はまた出すと思いますけども。パンチダメージも入ってた？パンチは普通。これ、キックなんですね。キックなんで、割かし、飛距離がありますんで、まあ、そこが強みかなと。これね、今もらってるのは、とりあえず、この、さっきのザクとこのザニーですけども、で、もう一つが、ハーフキャノンザクなんだよね。もう一人が乗ってるのはね。で、さらにもう一人が専用のザクスナイパーに乗ってるんですけど、このザクスナイパーが強い。まあ、ザクハーフキャノンもだいぶ強かったんで、まあ、それと並ぶ量機っていう点でね、非常にわかりやすいかなと。まあ、とにかく使いやすいっていう強さを誇っております。だからね、コードフェアリーからどんな風に機体が増えていくかわかりませんけど、今のところはかなりいい機体が増えるんじゃないかなと言ったとこですね。というわけでね、ちょっとコードフェアリーのアーリーアクセス版が終わったら、こちらの方でモビルスーツ使えたんでね、ちょっとご紹介させていただきました。それでは、誰も知らない凡人、イカレタコスケでした。てか、アルマ将棋喋る？アルマ将棋じゃなくな、ない？なくなくない？アルマ将棋じゃなくなくない？まあ、いいか。